はい、ローガン・ラガンズ原宿メモリアル115週その3、今日は選挙投票の日だ。あ、そうなの。僕もこないだ20歳になった、っていう歌を前ここで歌ったの覚えてません？まあ、違う番組ですけど、なんか言ってたかもね。選挙の歌っていうのをボンバーマン彼氏に作れと言われて作ったんですよ。それっきりなんですけどね。あえてなんかそっから広めていこうとも思いもせず、思いもせずね。選挙の歌なんてのをちょっと今思い出したんでございまして、今歌わせていただく。何なんですか。いや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 、お猿さんですか。あい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 。じゃあ参りましょうか。ローガン・ラガンズの原宿メモリアル。さあ、なかなかあれですね、地震が収まりませんね、本当にね。ね、今日も実は、ね、収録中に、まあ、ちょうど合間でした、ね、合間でした、すごい揺れてましたよ、東京震度4とかなってましたけど、なんだろうな、こう、なんだろう、震源がバラバラじゃないですか、本当に、もちろんその、岩手とか茨城沖に集中はしてるんですけど、それでも千葉沖であったり、長野の方であったり、今日も栃木でしたからね、これ、山形県とかだったらもうちょっと困りますよ。どこでも困るんですけども、まあ地元ですからね。そう、山地区はね、家族は大事、大事、今日は地震の話ですか。いや違います、そんな話は今日はしないです。先週やりましたからね、地震結構してますよね、やっぱり地震速報の話ね取り入れてますけども、今日は時事問題、社会問題について話をします。はい、一応話しておかないとね。一応ね、それなりにテーマあるわけですね、今日はじゃんじゃん、投票率を上げるにはどうしたらいいかと。この間統一地方選の前半が終わりましたが、で、まあ、東京とか北海道とか、あとどこだ、三重と、あと知事どこいましたっけ。知事さんは3つしかやらなかったんでしたっけ。あと市長とかでした。そうですね、まあ軒並みね、はい、あ、クソ民主党の大敗と、バカ野郎と。あの岡田幹事長の地元で、負けてんの。そんなこと言っちゃいけませんよ。ええね、まあ、タグに民主党出ると消されるんですけど、実はね、これね。でもあったわけで、まあ、そんなことを話したいわけじゃないんですけど、で、まあ、毎回選挙だと、投票率って出てくるじゃないですか。で、まあ、今回は前回に比べ 5% アップで 50% でしたとか、あとほら、朝9時とか10時の段階での投票率とかね。昼1時の段階で 13% ですとか言うじゃないですか、でこれは前回にの選挙に比べるとどうだこうだみたいなのがあって、でまあなんだろう、大体投票率、まあ、5割か6割ぐらいですよね今。そう、4割から6割の間かな。8割来るのってあんま聞かないですよね。8割はないね。7割もそうはない、ね、ないですよね、でまあ自分の周り見渡してみ、あ、ちなみに僕は20歳になって選挙権をもらってから、1回も欠かさずに選挙行ってるんですよ。偉いね。だからここでこの偉いって言うじゃないですか、僕の中で別に何にも偉くないんですよ。なるほど、当たり前だと。自分が散々政治に対して文句を言うんだったら、自分がまずその1票投じなきゃ意味がないと、思うのがあって、まあ、指標になる票ばっかりなんですけど基本的には。まあ今回は違いましたけどね、今回は2人とも、まあ、ちょっと 2つ入れるところがあって、2つともちゃんと有効票になりましたけどもね。よかったです、ね、真面目に考えたらそれしかなかったみたいなね、ところがあって、まあでもそんなことじゃない、投票率そんな高くない高くなくて、で自分の知り合いとか友達ね見ても、まあ選挙行ったら行かなかったらって、あった時に行かない人の方多いんですよ、で行ってないと、ああ政治に興味ないのかなって思うじゃないですか当然ね。
まあ、成人に興味がなくて行かないのならまだ分かると、はい、行かなくて、うん、でなんかその政治家が何かしらこう言ったり、うん、やったりすると文句言い始めると、うんうん、お前ら待てと、うん、でそれお前らって別にその知事とか首相とかに対して言ってるわけじゃなくて、うん、周りの友達とか知り合いに言ってるんですよ、うん、お前ら一票も投じなかったくせにそれなんで急になんか文句が言い始めるんだと、うん、やることやってから言えよと思うんです、うんね、だったらさっき投票行けと、うん、なんで行かねえんだと、うんね、何かしら思うとこうなる投票行かなきゃダメでしょと思って、うんうんうん、だから投票率どうすれば上がっていくのかなと、そいつらがどうすれば投票に行くのかなと、うん、っていうことを話してみたかったんです。はいはい、うん、どうでしょうか先生。どうですかね、うん、まあ、まあ2つあるかなって私は思ってますけどね。2つ、はい、はい、1つは、1つはまあ面倒くさいと、単純に行くのが、それはもう決まっているしね、その行く日もね、基本的にはね、場所もね、場所も決まってるし、期日前なんてあったとしてもそこにもやっぱりどこ行く、行かなきゃいけない、普段仕事もしてるわけだし、うん、まあ、してまあね、じゃあその日行こうと思ったらものすごく雨が降ったとかね、あ、投票率下がるでしょ、うんうん、だそういう要素はあるよね、やっぱ人間だからさ、はいはい、気持ちの問題だから、うん、忘れてるというのもありますからね、絶対にね、うん、だそこはもしかしたらなんかフォローできるのかもしれない。例えばネットで投票できるようになるとか、うんうん、そうこれですよそれ、うん、近くのコンビニでも投票できるようになるとか、なんか駅でありませんでした、駅でもいいね、うん、そういうのもありましたよね、うん、まあ、それ期日前投票もとてもいい試みだと思う、実際それ投票率ちょっと上がってますよね、はい、だから実際はそのもうその日の日曜日だけって言われるよりは、うん、まあ、明らかに投票率上がってるわけだから、うん、まあその生き方とか、うん、まあ、その投票の仕方とかを、うん、まあ、工夫すれば投票率は上がるんじゃないかっていうのはまず一つかな、一、うん、つ、まあ、それ全くその通り、うん、的を射てる正論、まあ、特にネットはいいんじゃないですかね。なんかネットでやるにもこうなんだろう、一時なんかでありましたよね、ネットかなんか、ネットだっけなんだっけ、うん、なんかどっかでやろうとしてこううまくいかなくてみたいな、ありませんでした、うん、とわからないですけど、でもまあいろいろ問題はあると思いますやっぱり、うん、そうなんかその個人をどうやってね、そうそうそう、特定するかとか、うん、なんか不正を働くやつがいるんじゃないか、ハッキングとかだけじゃなくて、うん、投票したサイト自体がもうおかしくなっちゃって、サーバー自体がおかしくなっちゃってみたいな、うん、だったと思います。なんか 10% とかそう上がるんじゃないかな、間違いないですよね、うん、家でピッと押せんだったらさ、うん、でこうなんかマニフェストとか見ながら、ね、全部見ながらだから、うん、すごくいいと思うんですけどね、うんうんうん、まあ、これはこういずれそうなって しないとダメですよ ね、はい、うん、2つ目はもう1点はね、はい、要はまあなんていうの、積極的に投票したい人がいないっていうパターンね、うんうんうん、投票したい人がいないからまあ行かなくてもいいやってなっちゃうパターンだ、うん、だからまあ今野口君が言ったような積極派の人は、うん、まあみんなどうかなと思っても、うん、まあ、マシなのとりあえず入れるのもそれは一つの考え方ってことでしょ。でもまあじゃあでもやっぱり人間だからさ、うん、どれも良くないと思ってるのに、うん、まああえて選んで入れるためにね、そこにその時間をとかを費やすかって言ったら、うん、なかなかそれやっぱできないわけ、だから統一が上がらないわけじゃない。ほう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 、まあこれよく言われてることだけど、うん、単純に投票率を上げるって意味であれば、うん、白票を入れる、うんうん、今白票って言おうとしたんですよ、うん、僕はそれだったら誰にも入れたくない、うん、でも投票率としては投票はしてるわけで、うん、意思は示せるわけですよ、はいはい、誰も嫌なんです、うん、もしかしたらそれが白票か半数だったらもう一回立候補からやり直しじゃないですか。白票が1位になったらもう一回やり直しっていうのも、うん、まあそれが選挙制度としていいのかとちょっとわからないんだけども、でもまあありですよね、そう絶対それはね、でも絶対そういう層は必ずそれも、うん、もしかしたら 10% ぐらいあるかもしれない、うん、さっきのと合わせて 20% ぐらい上がったら、うん、まあ、50% の投票率が 70% とか、ほら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 とかになったら、うん、かなり高いと思う。そう、それでいいんですよ、そうあるべきなんです、うん、
ね、別に全部アメリカと比べたいわけじゃないですけどね、アメリカが大好きなわけでもないんですけど、でも 100% なんてないですよ、そのどこの国でも。でもなんだろう、そのアメリカとかで大統領選になるって本当に若者から何からもうすごいもう私はこう思うみたいな感じで動くじゃないですか、うん、まあ、テレビで映された映像なんて本当かどうか分かんないですけどね、まあ、政治に対してのまあそもそもの意識も違うし、うん、向こうはいわゆる個人献金っていうのかな、うん、その自分で、ね、うん、直接民主制っていうのもあるんだけど、大統領選ぶのね、うん、はいはいはい、自分がお金出してるよね、その大統領を、うん、その押すためにね、で自分が友達とか周りの人に電話とかして、うん、入れてよとかってやりますからね、うん、日本じゃ考えられないでしょ。日本もまあ某政党やってますけどね、なかなか浸透しないのはやっぱり政治の意識が低いのか、うん、そもそも国民性に合ってないのかちょっと分かりませんけど、まあ、まあでも電話来ますよ、よく、あの某政党から。ああ、そうですか。まあでも個人献金自体は悪いことじゃないっていうか、むしろいいことだと思うんですけど、なんかその業界団体が大きなお金入れちゃうと、うん、そっちになんかね、なんか聞かしちゃうから、要するに見返りを求めて献金するわけですよね、企業っていうのはね。でも個人だとほら、うん、ね、そういう見返りはないですよね、まあ、うん、まあほとんどないよね。ただ自分が信じるからってことですよね、うん、でもね結局前考えたことあるけど、じゃあ個人でやるでしょ、うん、じゃあ俺と野川くんが2人でさ、うん、グループローガン・ラガンズ、ローガン・ラガンズグループってさ、うんうん、はい、うん、もっと路上で歌わせろよっていうね、うんうん、はい、ただ他のミュージシャンがさ、うん、まあ、俺もそれに参加するとか言って、身内が例えば50人ぐらいでさ、うん、アマチュアミュージシャンね、セミプロのミュージシャンが集まりましたと、うん、はいはい、そうしたらそこで50票もらえるわけじゃん、うん、そんなローカルなグループとかさ、うんうん、もしかしたら政治家の人がそこに来てさ、うん、ちょっとよろしくお願いしますってなんかちょっと10分ぐらいさ講釈垂れたらさ、うん、じゃあ私たちの お願いしますよって言ったら、わかりましたって言ったら、そこで50票獲得なわけじゃない、うんうん、でこっちとしても路上ライブの権利を得られるかもしれない。 それの大きくなったのが業界団体なんですかね、うん、経営団連、うん、だから一人一人がそういうなんか自分とちょっと考え似てるなって人をネットとかさ、何なのかちょっと集めたら50人100人ぐらいのグループなんか簡単にできんじゃん、うんうん、そんなミクシーでも何でも Twitter でもね、うん、そしたら政治家もバカじゃないからさ、うん、まあ、そんなグループ100人のグループ10個もあれば1000票になっちゃうんだからさ、ね、これは行くしかないわとなりますよね。そういう下からのこう積み上げでね、うん、なんかいろんな考え方をこう吸収できるような、うん、だと投票行こうって気になるんじゃないですか、うんうんうん、そういうことをすれば、そうそう、もっと身近なことあるじゃん、ね、気持ちも伝わっていくんだよ。そう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 、まあ、なんだろう、結局だから積極的にもっと自分が動くと、そうそう、自分の身の回りのことで考えるというのかもしれない。だから、うん、なんか上でいろいろやっててもなんか大きい話が大きすぎてわからないんじゃない、うんうん、であそこの橋直してよとかさ、でそれ直してよグループを自分が結成して、それがなんか目にどっかの議員の目に留まってってことですよね。そしたら、あ、直してくれるの、あの人に入れるってなるわけでしょ。なりますよ。あそこで30秒獲得みたいなさ、うん、でもそういうことでしょ本来政治って。そう、僕の周りをこう可愛い女の子で固めてくれ、はい、こう賛同してくれる人募集のがっちの周りを可愛い女の子で固めよう。そろそろ時間かな。はい、はい、ということで今日は投票率を上げようと話しましたね、はいはいはい、ありがとうございました。